ということで皆さん、もうご登場します。今回なんですけども、総裁マスターのハヤティンさんという方とやっていこうと思います。相手のレートが118,265で非常に高くって、まあ、レート2万近いんですけども、10先で、このガチ勝負で、ぷよぷよ勝負やっていこうと思います。はい。よろしくお願いします。まあ、ちょっと最近ほんとこういうガチな、その30先っていうのやってなかったんで、ちょっと今後はね、ちょっとこういうのもしっかりやってって、やっぱその、やっぱ上手くなるにはね、もうランクマ対戦ではなくて、しっかりこういうね、これで、このニトリでかい。このニトリ、エイスナイフのでかいんで、はい。しっかりニトリが刺さっていって、で、これ連鎖日しっかり黄色、黄色入れたいですね、黄色入れたい。黄色入れたい、黄色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 入んないかな。これもう打っちゃってもいいのかな、打ちます、打ちます。前手がもうひるんでるうちにこれ打っちゃって、はい。これ10連鎖ですね。ごめん、9連鎖だ、9連鎖。うん。はい、これでまずしっかり1勝を取っていく。オッケー。まぁ、ちょっと最近はね、本当にね、この電脳少女というかね、このバーチャルゲーム実況者みたいなのが流行ってるみたいなんで、まぁ、ちょっとそういった人たちに本当に、ね、仕事取られないように、ちょっと僕もね、やっぱりバーチャル YouTuber の、モノマネをね、ちょっとやっていこうと思いますんでね。じゃあ皆さん聞いてくださいね。では、バーチャル YouTuber のモノマネいきまーす。はい、どうも、バーチャル YouTuber の、キズナイと申します。今回なんですけども、ぷよぷよのね、実況対戦やっていこうと思ってますんでね、よろしくお願いします。あ、やべ、ちょ、これ二ダブ打ちます。あらららら、二ダブではなくて、これ、しかしここはしっかりと相手の、本線が刺さって、本線っていうか、ね、4ダブが刺さってしまいました。はい。これちょっとやべえんだよな。まあ、とりあえず11なんで、まあ、とりあえずね、分かったのは、やっぱね、こういう、対戦中にモノマネとかふざけた真似してると、まあ、勝てない。やっぱ真剣勝負の前でね、こういうのはちょっとやめていこうかなと思います。あ、ちょっとやばいやばいやばい。ちょ、これはいい感じに、あ、やべ、これいい感じに、一旦これ2ダブ打って、あそこ開いた。オッケー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 。いいのが開いた。いいのが開いた。ちょっと待って、これ。これちょっと待って。お前マジか。二ダブで潰された。うん、ちょっと俺の、対応も遅かったな。青、ハッカーで一応連鎖繋がってたんですけどね、全部ね。これで、1に勝ち越された形になりました。いや、ちょっとやっぱ連鎖ばっか打ってたらダメなんだよな。やっぱああいうもう中盤の潰しとか催促、複砲に対してやっぱしっかり対応していけるだけの力を持ってないと、これは、ちょっとプヨ使いすぎか、これ。緑まで使っちゃうのちょっとやりすぎな気がするけど、でも相手の、よし、オッケー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 。相手の盤面的に今のは刺さりやすかった。はい。これで 2-2 ですね。ちょっと真剣にやっていこう、真剣に。ここはね、やっぱね、バーチャル YouTuber 木工としてのちょっと力をね、やっぱ見せていきたいわけですよ。はい。じゃあ、言います。バーチャル YouTuber 電脳少女、白のモノマネ。はい、今回なんですけども、こちらの、ぷよぷよでね、ガチ対戦やっていくんですけど、まあ、これでね、まあ、しっかりで敵はね、破壊していこうと思うんで。まあ、とりあえず最初のワンセットは、まあ、遊ぶって意味で、もうこれ以上は僕こういうのやらないんで、もうここから本当に真剣に相手を倒していく。ガチで。いきます。まあ皆さんね、やっぱりこの今正月、お正月の時期ですけどもね、本当に。このお正月のシーズンにね、やっぱ、わざわざね、この動画を見てくださってる方のためにも、やっぱ、生半可プリングができない。そう、やっぱ俺はすでに、勝たなきゃいけない。私は、勝たなくちゃならないんだ。オッケー、2連鎖打っていく。でも相手が、相手のこの対応うめえわ。結構しかもでけえな、それ。その対応きついよ。お前マジかよ。おいおいおい、やめてくれ。
二ダブ打ちます。オッケー、二ダブしっかり打って、オッケー、相手に本線を出した。相手に本線を出しました、これ。あ、待って待って危ない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 。よし、これ勝ちですね。これ、とりあえずこれは勝ち。8連鎖の、6個消しかな ?9 連鎖の6個消しになると思います、これ。うん。あ、ごめん、10連鎖あったわ。オッケー。これで勝ち越していく。勝ち越しじゃない。3対3。3対3。3対3でね、行きますんでね、はい。あ、やべえ、ちょっとこれ全然、あ、でもいい、オッケー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 。で、これで、ちょっとここの高さを少し一個盛り込んで、うん、もう先に折り返しちゃって、もう、こういう、お、あと、いや、でも、オッケー、オッケーではないな。オッケーでね、ここで暴発しちゃうから、まあ、でも、相手がこれに対して対抗できないんだったら俺の勝ちだし、オッケー、じゃあこれ通信いきます。今相手が、俺のフィールド上、発火しにくいかなと思ったんでしょ、話なんでしょうね。それで、服を打ってきたんですけど、そこをしっかり1個連鎖ショートカットして連鎖発火できたんで、そして今回この弥生時代をね、しっかり組んでいく。あ、でもどうしよう。これ微妙だな。形としてはちょっとこれあんまり良くないですね。てか、弥生時代とは似て非なる何かだな、これ。オッケー、これで一回連鎖発火して、ちょっとここ、あー、これさ、そうしようか、あ、そういう風にしよう。あー、オッケー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 。あいつ何そこで撃ったんだ？これ多分相手返せないと思いますよ、はい。よし。はい、これで3本連続選手で、折り返し地点。いや、意外と勝ってるな。レート1万8000に。ここちょっと一回単発挟んで。あーもうこれで、あーもういいや、オッケー。これでもう一回打っちゃおう。これ、一度二ダブ打ちます。二ダブ打って、相手が返しちゃったところにすかさずもう一発打ち込んで、で、相手の発火で埋まっちゃうじゃないですか。もうこのタイミングでこれ打つんですよ、この4連鎖を。これもう掘り返されちゃったらもう絶対俺勝てないんで、もう圧倒的なプヨの量の差があるんで、はい。これで6-3ダブルスコアつけていく。あっと、ちょっと待って、これはしっかり、なんかあんまり普段こういう発想ないんだけどな。今日は。あ、いい、いい。あ、めっちゃいい感じ。あ、すごい理想的な、理想的というか。あー、でも良くない。あ、あんま良くない。あんま良くない。あんま良くない。これ、下手くそでした。これ完全に下手くそだった。たまにね、あるんですよ。なんかもう初期の、最初の動作で置きミスしちゃって、本線ぐだるっていうパターンだったんですけど、今のはうまく騒げたと思ったんですけどね、ちょっとしまったな。これで6対4。まあ、基本、あ、これしかもさ、あ、しかもこれ全消しじゃない、あ、全消し、あ、全消しじゃなかった。全消しかと思ったら全消しじゃなかったわ。いや、ちょっと待って、これは一旦こうやってさばいて。あ、オッケー。あー、ごめん、今のこれ。あー、でも発火できる。オッケー。ただこれ、連サビがあんま繋がってないんだよな。紫まで一応入るそうだったんですけど、火力が若干落ちちゃったので、そこを取り戻すためにちょっと僕はこっから頑張っていかなきゃ。返されていく。で、これに俺もしっかりこの本線を合わせるけど、ちょっと返しきれなかった。今のセカンド下手くそだな、マジで俺。今のセカンドマジ下手だったな。え、これしかも俺。え、繋がって、青繋がってねえじゃん。え、お前マジかよ、もうどんだけ下手なんだよ。全消し。
これは、よし、あ、相手しかも全消し、取れてない。これはもう、撃ちます。よし、これはラッキー、このタナボタ。これで、75です、75。なんか最初すげえモノマネとかしてる余裕あったのになんかもう、気がつけば、必死になっちゃってるな。でもいいんですよ。これ今年の、僕はもう一戦一戦にやっぱ集中する。やっぱ一、もうね、エンターティナーではない。もう一、やっぱゲーマーとして、一試合に対してこの人も集中していくと。三連鎖で全総裁していって、あー、でもこれしまったな。今のはもう返しきれなかった。もう相手の追い込みが上手かった。てか、あれだったら本戦繋げなきゃいけなかった。いや、でも最近はね、本当にね、もうバーチャル YouTuber みたいなね、やっぱ、流行ってると思うんですけれども、ね、やっぱすごい最近勢いのある、なんだっけ、家具やるなんだっけ、なんかああいうね、俺は基本的に絆愛ちゃん推しなんですけど、やっぱね、もういろんな YouTuber の人たちが、もうしっかりね、もう最近もブームに、ね、乗ってきてるということでね、まあ、僕もそういう情報は、追ってるんですけど、なんか、あれなんですよね、やっぱね、ゲーム実況とかもするんですよね、なんか、かぐやるなちゃんとかなんかね、ああいうしちゃったはずな感じで、みたいな感じの喋り方ですごいなんか人気ですけれども、まあ俺、なんだろうなぁ、やっぱ俺、絆愛ちゃん以外がね、ちょっとどうしても好きになれなくて、やっぱ、ね、いずれコラボとかね、したいんですけど、まあでも絆愛ちゃん、やっぱ、男性 YouTuber とコラボなんかしたら、やっぱファンに叩かれんのかな。ねちょっとあんまそういうのも、そういうなんかバーチャル YouTuber 事情みたいなも俺もちょっとあんまよく知らないんですけど、あれちょっと待ってください。これちょっと、これね、まずいわ。これまずいな。あー、本線撃たれた。もう、本線撃たれた。ダメだ。これ返せねえ。逆転されたもしかして俺。これ7-8になっちゃった。ちょっと一回ガチで集中していい俺。一回マジガチで、本当にこの、年始めの一戦目ね。もう絶対に勝たなきゃいけないと思ってるんで、絶対にもう勝ちに行くんで僕。はい。よし、これもしっかりこの黄色を添えることによって、どうしようかな。これは一旦2ダブ打ちます。うん、大手も合わせてくるけど多分、あーでもここの緑掴んでやりすぎたかな。ここの緑掴んでちょっとやりすぎた感ある。あー、ちょっとやりすぎた。ぷよの量が減っちゃったんで、リソース勝負になってくると、これ、俺だいぶ不利だぞ。やべえな、これ、本線、繋がっちゃってんな。相手あれさ、一連鎖、損してない？あ、いや、相手で一連鎖損したの、多分。緑で左の中緑で発火すら繋がってるの決めたけど、見間違いから、まあいいや。OK、これで88。88ってお前、ヘブンリーイージスのスタッツみたいじゃん。これも、ちょっとこれ、かなり大きめの、2連鎖打ちます。これに相手回してくれると嬉しいんだけど、あー、オッケー、あー、これもう3連鎖で潰しに行くか。多分これ刺さる。オッケー。差し込む。よし、これで、98。この1本俺が取ったら勝ちです。この1本僕が取ったら勝ちなんで。さあ。本気で取りに行く、この1勝を。よし、勝った。これ勝ちました。多分勝った。あー、じゃあ7連鎖あんのか。いや、でも連鎖数的には、ごめん、俺、一回これダブルになっちゃってんだよな。
あそこちぎった方が良かったのかな、ひょっとしたら。これで9対9なんで、次の一戦。もうだったらさ、もう次のセット取った方が勝ちにしない？ 10 先だったんですけど、次のセット勝った方が勝ちで。うん。この3先で、決めましょう。先に言ったからね。先に言ったから、別に俺自分に有利なルールを作ったわけじゃないから。今、これ先に言ったんで、あくまでフェアなんで、そういうルールに変更しましょう。やべ。多分相手もそれを望んでるはずだ。やばい。やばいやばい。お前それ。マジか。よし。でもこれ赤ハッカで。あ、しかも、オッケー。これ撃ったってこと？もう撃つしかないよな。あ、しかもこれ緑繋がってないんじゃん。え、マジ？よし。まだ、まだ生きてると思ったけど、まあ、オッケー。ね、これ90になったけど、このセット取った方が勝ちなんで、このセット取った方が勝ちなんで、いや、ちょっとマジ集中しよう。あ、やば。あ、お前、これ単発弱えな。これ、二鳥打ちます、二鳥。よし、これ刺さる。これ絶対刺さる。はい、勝ち。これ勝ち。もう勝ち。うん。まぁ、ちょっと見え見えやったけど、でも相手うまいな。黄色と緑が、わざと暴発が同化しになるようになってて、あそこで、止まるようになってたんだ。ちょっと危なかった。あれで本線打たせたと思ったら、実は本線じゃなくて、みたいな感じで。逆にカウンター食らってんのも全然ありえたな。怖っ。これ連鎖目がしっかり、これ2連鎖打ちます。あ、オッケー。強いけど、よし。これで発火します。これでかい。なんかもう一連鎖伸ばした気がするけど、これ12連鎖ダブル。12ダブル。これでかい。今年最高火力の連鎖を打ってきました。よし、これで俺が、ついに王手をかけていく。さっきの発火ってもしかしたら1連鎖伸ばしたかもしれないな。まあ、ちょっと後でリプレイ見てみよう。あ、やべ。これはもうこれで落ち、横に長く伸ばして、で、これしっかり単発ででかいの打っといて、あー、ちょっとこの単発嫌なんだよな。あ、お前なんかそこちぎるつもりなかったのに、まあいいや。じゃあ、あえてそれを利用しよう。で、これも茨で単発打って、あ、で2連鎖。はいはい、オッケー。これで勝ちだと思います。いや、もう本戦勝負で勝ってる。これ勝ってる。勝った。10でしょ？今年1年も皆さん、ぷよぷよもよろしくお願いします！はい、対戦ありがとうございました。いや、結構強かったけど、まあでも本当にね、ちょっと去年はね、まあ、なんだろう、動画のやっぱちょっとネタに走りすぎた感があるんで、自分自身の実力はっていう点だとちょっとね、やっぱ、一時のその B 級リーグっていうのに参加してた時よりやっぱ落ちたんですよ。なので今年1年はぷよぷよの本当にもう力をつけていきたい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。